ただいまから、阿蘇市長佐藤義興が、緊急事態宣言の解除に伴い、市民の皆様へメッセージをお送りします。ようやく政府の緊急事態宣言が解除されました。今日まで、私はもとより、行政としても市民の皆さんと同じ気持ちで、閉塞感と不自由さを感じ、日々市民の方々とお会いできない残念な思いをいっぱい抱えながら、院人次長での暮らしでした。新型コロナウイルスの発生は、恐怖と背中合わせの毎日であり、テレビ、マスコミ報道で知る以上に、生活、産業、将来の希望、夢をズタズタにし、計り知れない膨大な損失と先行き不安、不透明な現実を引き起こしました。この間、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、必死に強い使命感と責任感で危険を顧みず取り組まれた医療従事者の方々をはじめ、介護、デイサービス、保育、子育て支援、障害者支援施設の方々に深く感謝をいたします。また、行政がやむを得ず公共施設を利用中止にしたことについて、全市民の皆様の信心なるご理解とご協力を賜りました。重ねて全ての方々に心底より感謝し、真に頭が下がり、敬服いたしています。ありがとうございました。そして大変ご迷惑をおかけをいたしました。現在では宣言解除により大切な学校教育の取り組みをはじめ、各施設等の利用は一部を除き、すべて再開することといたしました。また、市独自の救済支援制度を設け、広く周知に努めています。もちろん、国からの特別定額給付金10万円についても、国の感染防止対策の強い指針に従い、総力を挙げて間違えずお届けできるよう取り組んでいます。ご不明な点がありましたら、市の関係部署までお問い合わせください。これからも感染拡大の第2波を回避するため、まだまだ気を抜くことのない、緩まないコロナ対策が必要です。今までと同様、マスクの着用、手洗い、うがいの励行などの対応を徹底していただき、市民の方々ご自身が、まず自分の身を守る、安心安全な日常生活、暮らしができる、新しい生活スタイルをともとも作ることがとっても大事であります。また、当面の間、イベント、行事等は新型コロナウイルスの再発防止のため、中止、見合わせもあります。その都度お知らせいたしますので、皆様のご理解をお願いします。健康が一番、元気が一番、私からの報告と今後についての話をさせていただきました。ありがとうございます。終わります。